はい、ということで4月の27日の今日の朝の日なということで頑張っていきましょう。はい、あ、よし、あったかいな、たまにはあったかいですね。はい、現在の室温は 26.3 度です。湿度は 26%。 昨日雨が降ったせいかちょっと高い、いつも 10% とかなのに、まあ、10% もね、ちょっとね、からっきしでダチョウにいいのか悪いのかよくわかりませんが、はい、室温は 26.3 度、2度になった。25%。はい。234の区画の中で現在13羽ほど飼育しております。はい、それでは今日のひな見に行ってみましょう。温度チェックも忘れずに。はい。さて。農場長が世話してくれてますけど、26.3 度、ちょっとごめんね、29.6 度、はい、こちらを輸入しましょう。はい、ヒーター下の温度が 26.3 度と 29.6 度でした。はい、今も観察に行きましょう。はい、餌の残りがあまりない。もういっぱいあげたの、ちゃんと食べてる。お前からおかしいのは、はい、ヒナの中にはね、みんなと同じように生まれてもねえ、先天的にダメな子もいるんですよね、残念ながら。はい、生まれつき なんでしょうね、未熟っていうわけじゃないですね。早く出しちゃったってことですかね。あ、やっぱり。あ、もう、そもそも首がもう、ああ、なんか、一番最初の方も、多分この子かな。なんか、ずっと下向いてんじゃんみたいな子いましたね。そういうふうに。なるほど。はい。でも多くなってきた。あ、ありがとうございます。はい。うん。の掃除の方法を考えなきゃいけない。うわ、水気5分の1杯。
これが現在ヒナにあげている餌付けと言われる餌になります。これを5人に1杯ですね。なんだろう、ちょっと秘釈を中に入れて引き出してしまう可能性があるから、全部こっちで上げてからにしようか。よしよし、やべ、いいね、早速食べて。いいぞいいぞ。ごめんね。はい、ちょっと拝借しまして、はい、どうぞ。はい、どうぞ。早速食べてくれてるな。偉いぞ。だんだん皆さんにお届けできるヒナの画像が明るく鮮明になってまいりました。こうやってヒナもね、徐々にね、光に慣れていって大きく成長していきます。はい、ご飯食べないの？食べた方がいいよ。はい、よし、よし、餌の欄もあるので、餌付けが5分の1杯。この所感ですね。餌、水、ともに、よく食べ、飲む。ナンパジューは、向いている。全体としては良好です。はい。はい。農業者が水をくれたので、はい。今日も一日穏やかにお過ごしください。はい、今日の4月の27日木曜日の朝のヒナの観察でした。皆さん、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回のね、動画でお会いしましょう。ホニタンでした。バイバーイ。